しないわ。友よ、また会ったわね。ちょうど今あなたに合う曲を考えていたところだったの。刹那というのは生死の瞬間にだけ見られる奇跡に過ぎぬ。刹那というのは生死の瞬間にだけ見られる奇跡に過ぎぬ。これが力になるといいのですが。
ことを情熱的すぎると思ってるかもしれないけど、そう驚かないで。それが彼女の誠意の表れなんだから。ほんとしないで艦長、残された時間は多くないわ。このホールも、古の楽園も、見るたびに壮大だと思ってしまうわ。大抵の人はみんなそう思うわ。その内部に、こんなに広い空間があるなんて想像できない。あなたたちの時代から存在してるの？そうね。当時から、英傑たちの会議長として使われてたわ。ただ、当時とは名前が違うけど。名前が違う？いにしえの楽園は、その後に呼ばれるようになった名前よ。最初の名前は、黄金の庭だった。黄金の庭？エデンの黄金の称号と何か関係があるの？ええ、実は、元の黄金の庭。今、あなたが見てる木や草、レンガの一つ一つすべて、私が買ったものなの。
この殺戮はまさにお前のために用意されたものだ。切れ、引き裂け、この戦場に血を注ぐんだ。長い間、あいつらは俺が武器を持つことを許さなかった。今ならあいつらも満足だろう。そのせいで俺が武器になったから。私が何でもできるように慣れていたら、必要な犠牲は出ませんでした。私は…ほんとしないで艦長、残された時間は多くないわ。邪魔者も殺せばいい。隠れた災いも殺せばいい。すべての異物は殺せばいいんだ。私はこの先で待っています。答えは…
前の刀を握りしめ怒りを感じろ。それで全てを殺し尽くすんだ。人生というのは失敗を経て成功するものです。芸術は現実、そして希望に対する表現なの。あの
前の刀を握りしめ、いっ。長い間、あいつらは俺が武器を持つことを許さなかった。私はたくさんのステージを見てきた。ようこそ、来訪者ライデン・メイさん。君の来訪は予見してたよ。私の名前を知ってるの？この王石楽土では、万物はすべて認知によって生まれる。この世界に来た瞬間から、君も認知の一部なんだよ。はじめまして。僕は先行者、火を追う英傑の第七位だ。でも、できれば、君には名前の数で僕を呼んでほしい。あなたが、天啓の名を持つ融合戦士なのね。肩書きはただの目印だよ。そのせいで、君の認識に影響を与えたくない。君も僕も同じ志を持った求道者なのだから、名前で呼び合おう。何かの規則なのかと思ってたわ。エリシアも随分と気にしてたみたいだったから。エリシアのこだわりには彼女なりの理由がある。肩書きは組織が生まれた時に欠けてはならない意味を持つ。彼女に先見の明があったからこそ、僕たちは存続する機会を手に入れた。しかし、君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。しかし、君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。だから、礼儀にこだわる必要はない。君には探すべき、もっと大事なことがあるはずだ。来訪者よ。封じられた過去を追い求めるのなら、菩提の刃に従って進むがよい。これは、幾千万とある運命の中で、
君に各社の道を教えるものだ。私に試練を与えるつもりはないの？苦難は試練だが、安らぎもまた試練さ。君への試練はとうに始まっていて、これからも続いていく。見て、聞いて、感じる。足を止めるたびに、選択をするたびに、君の自我は鍛えられる。いつか、君の求めた答えが、君の心に現れる。そして僕は、この世界と共に、君の旅路を見届けよう。諸行無常。すべては因果応報。刹那消滅は、無限法要に過ぎない。さあ、この無限の光の中に足を踏み入れるといい。これが、典型の目。館長、任務地点はここで合ってるわよね。残された時間は多くないわ。一撃で倒すわ。強い力はより多くの責任を意味する。ぼーっとしないで館長。残された時間は多くないわ。私は観客のために歌い拍手をもらった。
ってる？エリはよくあなたの話をするの。おっとしないで館長、残された時間は多くないわ。一撃で倒すわ。私の時代は終わったけど、あなたたちの未来が永遠。邪魔者も殺せばいい。敵の隙を見極め、わずかな怠慢も許し。ここで合ってるわよね。
心を落ち着かせるのです。
僕はただの傍観者。この先の道がどこに向かうのか、君ならその答えを持っているだろう。慣れたならホールに戻って休憩しましょう。話し合技術の見本を見せます。急いで理解する必要はありません。わらわたちの使う武器は非常によく似ておる。
進む道に迷いがあるなら、足を止めてみるといい。やがて答えは出てくる。今のあなたが持つ視界は実に稀有なもの。影の中に身を置くことになっても、僕は君にできる限り協力しよう。君が到達できない意味を。
一つの花でも一つの世界になり、一つの葉でも一本の菩提の木となる。ここをエーデンが買ったなんて、やはり少し信じられないわ。大したことじゃないわ。人々が私に与えた賞賛や富はいつも度が過ぎるもの。演奏、歌唱、舞踏、私がしてきたのは自分の好きなことばかりよ。こんな風に言うのは少し傲慢かもしれないけど、星が輝いてるのは輝きたいからではなく、生まれながらにして輝いてるからなの。その考えは好きよ。ありがとう。友よ、あなたにも自分の光を信じてほしい。そう遠くない未来で輝き出すことが私にはわかるわ。